皆さんこんばんはモナ・リザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さあ皆さん昨日ですけれど久しぶりにこのニコン DF を持ち出して撮影してきました。撮影場所は私がよく行く森の一つです。 今夜はその写真を見ていただきながらお話しさせていただきます春には緑で包まれていた森も秋にはこのようになってしまいます奥に見えるオレンジ色は朝焼け朝焼けでございます ここは F8 まで絞ってそしてシャッタースピードは250分の1秒 ISO は800まで上げています250分の1秒っていうのは私の一つの基準です DF を使う時ねなぜかと言いますとこのカメラボディ内の手ぶれ補正がないんですよレンズにも ありませんですから手ぶれをせずに撮影するっていうことをこの DF の場合には心がけています。これは立体感を出すために開放 F で撮影しています見ていただくと分かりますがあんなに美しかった落ち葉。 落ち葉が色がなくなりボロボロになっていますそれもねまた美しいです手前にある植物をぼかすためにこれも解放で撮影しています以前はね結構大きな池だったんですよところが昨日行ってみると 小さな池になっていてびっくりしましたこの池はね野鳥や虫たちのオアシスなんですよもうすぐ氷が張って雪に埋もれていくことになると思います水ならという名前の木です葉っぱが落ちてすっかり裸になって しまいましたがどこまでも高く枝を広くそびえた姿は存在感がありましたなのでシャッターを切りました隅々まで、えー、見えるようにと F11 まで絞っていますどうですかこの空気感 10年以上も前のカメラで撮影したとは思えませんよね。ただ DF のカラーサイエンス、まあ、ホワイトバランスなどですね、ここはね、すごく難しいんですよ。ある意味では、じゃじゃ馬のようなんて思うこともあるぐらい扱いが難しいです。ですから、現像、 俺たちはは、ねえー、必須といいう感じを私は持っていますもうこの時期になると美しいものを探そうと思ってもなかなかねないんですよむしろ朽ちていく植物などに、えー、視点を向けて撮影した方がいいということでシャッターを切っています。 ISO を1000まで上げています。絞りは F4。4月からこの森を撮り続けていますが、こんな風になるんですね。式の移り変わりをこう実感させられた絵でございます。この撮影はとても大変でした。 まず暗いこの場所はもうとっても暗いんですよ谷みたいところにあるんですよしかも足場が悪くてフラフラしながら撮影していましたなので手ぶれを意識してシャッタースピードを500分の1に上げました ISO が6400ですよ だからこの日最悪の設定で撮影しています。なのでノイズがね少々見られます。うん、これはしょうがない。まあ現像によって明るさを取り戻したり工夫はしていますがまあこの絵を見て思ったのは DF のセンサー恐るべしっていう感じですね。 遊歩道に降り積もった落ち葉でございますここは歩いているとふわふわした感じになりますサクサクという音も出るんですよ、まあ、雪のように降り積もった落ち葉これをどうやって撮ろうかって考えた時にもうカメラを下に置いてノーファインダー F11 まで絞って撮影しました森の中から色がどんどん消えていく無彩色になっていくそういう中でこのようなオレンジもあるんですよでそれを見つけた瞬間ねすごく嬉しくてシャッターを切った一枚でございますこの 写真撮影をしている時に実は雪がちらちら降ってきたんですよ。わかりますか葉っぱについている白い粒これが雪でございます。ああもう手袋がないと撮影できないなってそんなことをこの時思いました。光がないので絵、えー、そのものが平面的。 ベタッとしたような写真になっちゃうんですよそれを改善するためにコントトラストを調整していいいます立体的に見せななくちゃいけない色についてもなかなか思うような色が取れないんですよですからこのコントラストと色についてはできるだけ忠実に再現できるようにレタッと 実験像をしています昨日はこの DF を持ち出して森の中に入りましたやっぱりね楽しいですね、まあ、最新のミラーレスカメラとはやっぱり全然違います一眼レフですしねその便利なカメラじゃないですよ シャッターを切って簡単にいい絵が撮れるわけではないしっかり調整しながら頭で考え撮影するそれが基本ですこのカメラを構えてシャッターを切った時のこの感触っていうのはねやっぱり何物にも変え難い、うん、私はきっと私が動けなくなるまで 現役でこのカメラを使い続けるつもりでいます。さて、最後の写真をお見せします。まあ、今日撮った写真の中ではインスタ映えする写真かもしれませんね。まあ、そういうものを求めて撮影したわけではなかったんです。そのいい作品を作ろうとか、そんなつもりは全くなくて。ただ自分の前にあるものを。 撮影しただけなんですけれども、いかがだったでしょうかね。まあ、こんな写真を最後まで見ていただいた皆さん方に感謝を申し上げます。今夜もご視聴いただきありがとうございました。